スタインウェイトンネルはイースト側を貫き、ニューヨーク市マンハッタン区42丁目クイーンズ区、ロングアイランド市で51番街間を結ぶ、ニューヨーク市地下鉄 IRT、フラッシング線の鉄道トンネルである。7系統と7系統が通過している。トンネルはもともと、グランドセントラル駅、ハンターズポイントアベニュー駅間を結ぶ、都市間電気鉄道の一部として建設されたため、 車両限界が狭くなっている。トンネルの名前はトンネルの建設の主要な推進者であったが、完成前の1896年に亡くなったウィリアムスタインウェイにちなんで名付けられた。イースト川の下に鉄道トンネルを掘る。最初の計画は1885年まで遡る。2月22日にイースト川トンネル鉄道が設立された。この会社の目的は、 クイーンズ区のロングアイランド鉄道本線と、マンハッタン区のニューヨークセントラルハドソンリバー鉄道線の線路を結ぶことであった。当時、ニューヨーク市内での区特の間の移動はそのほとんどが、陸上交通手段のない川で妨げられており、フェリーもまた大量の人員の輸送に適さず、定期運行も実施されていなかったため実用的ではなかった。 またクイーンズボル教の建設計画も停滞していた。しかし、結局イーストガートンネル鉄道は一切手付け数の、まま消滅してしまった。1887年7月22日、ウォルター・スミス・ガーニーとマルコム・ W ・ニーブンが、ニューヨーク・アンドロング・アイランド鉄道を設立し、間もなく、イースト川を横断するトンネルの計画が始められた。トンネルは、 マンハッタン区近郊のハドソン川ドックのニューヨーク市側から始まり、そこからグランドセントラル駅まで42丁目の下を東へ直進し、イースト川を潜る。クイーンズ区に入ると5番街と4番街の間に出て、ジャクソンアベニューの地下を通過、最後にトムソンアベニューを通って、ハンターズポイントアベニュー駅にて、エライダブリハー本線と接続する計画であった。 長さ5.6マイルのトンネルの走行費は117万ドルとなる見込みであった。しかし、この費用は会社の財務能力をはるかに上回る数値であった。このため1891年7月、世界的ピアノメーカースタインウェイサンズのウィリアム・スタインウェイがトンネル建設資金の調達を開始した。 アストリア地区においてスタインウェイは工場の他多くの不動産資産を取得した。結果彼はニューヨークアンドロングアイランド鉄道のヒット株主になり会社の新しい会長となった。スタインウェイはトンネルの開通によって近隣地域の自分の不動産の価値が上がると考えトンネルは電化すべきであると助言した。トンネルのルートは1890年にマンハッタン区内 1891年にクイーンズ区内が確定した。その後1892年6月7日に NY& エライブリハープロジェクトとして建設が始まった。しかし、このプロジェクトは開始後間もなく多くのトラブルに見舞われた。トンネルの建設位置は複雑な地層の川の直下を通っているため水が噴発したり、トンネル内に流入したりといった水に関するトラブルが 特に多く起こった。1892年12月28日、5人が死亡する爆発事故が起きた。当時、バーノンアベニューとジャクソンアベニュー、50丁目の交差点に、深さ85フィートのシャフトが掘られ、葉っぱのためのダイナマイトを加熱中であったが、突如ダイナマイトが爆発。5人が死亡、12人が負傷し、周辺の多数の家屋が多大な損傷を受けた。 この事故の高い保証請求により会社は財政的に破綻してしまった。1893年には株式市場が暴落したため追加資金の調達に失敗した。この結果建設作業は中止された。また投資家も事故の発生により工事の危険性を懸念したため資金提供を拒否した。スタインウェイが1896年に亡くなるまでの 間に建設を再開しようとする動きが時折あった。スタインウェイトンネルのクイーンズ川高校が左側に、イースト川トンネル高校が右側にある。1899年8月、オーガスト、ベルモントジュニア率いるインターボローラピットトランジットが、ニューヨーク最初の地下鉄の建設と運営、そしてマンハッタン区内の高架鉄道の買収を、行い市内の高速輸送鉄道を独占した。 1902年2月、IRT はニューヨークロングアイランド鉄道とニューヨーククイーンズカウンティ鉄道を買収した。IRT はトンネルの建設計画及び調査を一から始めた。イースト川を通過する新しい地下線のトラム路線のトンネルとしての建設となり、路線はマンハッタン区の42丁目とパークアベニューの交差点を曲がり、イースト川を潜って、 クイーンズ区のバーノンブールバードへ出て、ニューヨーククイーンズカウンティ鉄道と接続する計画であった。路線には、マンハッタン区にレキシントンアベニュー駅、クイーンズ区にバーノンブールバード、ジャクソンアベニュー駅、バンアルストアベニュー駅の計算駅が建設されることになった。総工費は800万ドルと見積もられた。しかし、市はこのトンネル建設計画に何度も反対し、 数回の事故の後に建設をほとんど中止させた。トンネルの4つのシャフトは、西側から順に1から4の番号が与えられた。1905年7月14日に最初のシャフトとなるクイーンズ区の4番シャフトが底面まで掘り下げられ、トンネルの建設が開始された。9月1日までにマンハッタン区の2番シャフトも掘り下げられた。三番シャフトは、花崗岩が、 わずかに路頭していた場所を拡張して人工島としたベルモント島に作られた。トンネルは1907年5月16日に貫通し、施行開始から26ヶ月後のトンネルは1907年9月24日に内部の整備が終了し開通した。トンネルの開通により50本の路面電車の運転が可能になった。車両は両端に 片開けドアがある長さ42フィート5インチ、幅8フィート11インチの全構成車両であった。電気は天井に吊り下げられた鉄製のレールに流れており、車両に付けられた高さ11プラス38インチのパンタグラフから取り入れられた。また、乗り入り先の平洋軌道区間での運転も行うため、トロリーポールも付けられていた。開通後 私運転列車の運行が行われたがベルモントはトランジット路線を運営するための占有権を有していなかった。トンネルを運営するための免許は1907年1月1日に失効しており、ニューヨーク市はこの免許の更新を行おうとはしなかった。市は市営の地下鉄を容認せず IRT がトンネル内を路面電車として運行することを法的に禁止した。 このためこの後5年間路面電車の運行は行われず、1913年にデュアルコントラクトにて建設される新しい地下鉄フラッシング線の一部としてトンネルが使用されることになり、ベルモントは市にトンネルを売却した。初期のスタインウェイトンネル計画で開業が予定された3駅の、うちの1駅である、バーノンブールバード、ジャクソンアベニュー駅 IRT の計画では、 路面電車をトンネルに通す予定であったが、これは通常の地下鉄列車の運行に変更された。地下鉄列車の運行にあたってトンネルを測定したところ、サードレールを設置するためのわずかな拡張のみで済むことが分かった。また、両端にあったループ線は半径が10メートル、路面電車線への連絡線は60パーミルの急勾配であったためループ線、連絡線ともに、 地下鉄車両での使用はできなかった。路盤及び線路の取り替えは必要なかったが、トンネル内の集合ダクトは交換された。駅のホームの拡張は容易にでき、トンネルの幅は既存の IRT 地下鉄車両に対応していた。1913年に改修工事が始まり、1914年に地下鉄車両に対応するようになった。グランドセントラル駅。 バーノンブールバード駅間の最初の主運転列車が1915年6月13日に運行され、6月22日から定期シャトル便の運行が開始された。計画されていた地下鉄路線はクイーンズ区側トンネル終端よりフラッシング地区へ向けて延伸することになっていた。IRT はこの路線を運営し、クイーンズボロプラザイキーはブルックリンラピッド、 トランジットと路線を共用する予定であった。建設工事が予定されたルートに沿って進められ、1916年2月15日に、ハンターズポイントアベニュー駅が開業した。ハンターズポイントアベニュー駅より先は地上へ出て、高架線となり、同年11月5日にクイーンズボロプラザ駅まで延伸された。なお、路線は、建設時の経緯から、 他の IRT 路線との接続がなく、1928年までは暫定的にトンネルへのランプで車両のメンテナンスが行われていた。1922年にトンネル西側へも延伸工事が始まり、1926年3月23日に5番街、駅、1927年3月14日にタイムズスクエア駅まで延伸された。なお、 路面電車時代のループ線は延伸工事の際に撤去されているが、マンハッタン区側ループ線の天井の給電用レールは残されている。フラッシング線は、フラッシングメインストリート駅の開業した1928年1月21日に全線開通した。クイーンズ区側のトンネルの勾配は40パーミルと IRT の他路線と比べるとかなり急で、 スタインウェイトンネル通過のために特別車両を作る必要があった。スタインウェイトンネル対応の車両は既存の IRT の地下鉄車両と寸法などは共通していたがギアボックスの未急勾配に対応させるために変更されていた。当初は12両が使用されていたが路線の延伸によりさらに126両が追加された。1939年のニューヨーク。 万国博覧会の際に投入された50両の万博対応車両は、スタインウェイトンネル対応車両と同じギアボックスを使用していた。1948年に R12 電車と R14 電車が登場し、通常の地下鉄車両でも勾配を通過できるようになったため特別車両での運行の必要性がなくなった。また、同年に BMT は、 クイーンズボロプラザイキーへの乗り入れを廃止し、フラッシング線は IRT の単独運行となった。出展書籍、ありがとうございます。